皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。私は今パン屋さんの前にいます。今日はパン屋さんでパンを買うときに使う日本語を紹介します。早速入ります。はい、皆さんここに焼きたてパンと書いてありますね。このたての意味わかりますか？焼きは動詞ですね。焼くのマス形です。焼きます。動詞のマス形プラスたては何々してすぐとか何々したばかりという意味です。なのでこれは焼いてすぐのパンとか焼いたばかりという意味です。あとは出来たてという言葉もよく見たり聞いたりするかもしれません。焼きたてパン。お店の中に入りました。これはトング、トングです。これはトレーです。トレーにパンを乗せます。それではどんなパンがあるか見てみましょう。この辺はコッペパンですね。ピーナッツコッペ。そして最近よく見るこのあんバターです。あんことバターが挟まっています。そしてこれ私大好きです。チョココロネ。チョココロネ、中にチョコレートクリームが入っています。いちごミルフィーユ、ブラッドオレンジカスタード、オレンジのクロッカン。あ、パンオショコラも美味しいですよね。大好きです。とろけるチョコチップパン。デニッシュもありますね。アップルデニッシュ。そしてこれはクロワッサン。クロワッサン、ベーコンフランスと明太バゲットです。そしてこちらにもあります。こちらはドーナツですね。美味しそう。絶対に買います。シナモンドーナツ。あ、これは多分揚げパンかな。美味しそう。あんドーナツ、中にあんこが入ってます。生地が美味しい定番の味と書いてあります。ちなみに日本には消費税というものがあります。消費税は何かを買った時に払う税金のことです。で、今見てもらうと税込みと書いてありますね。なのでもう消費税が含まれた状態の値段です。皆さんも日本で買い物をする時に値段の横に税込みと書いてあるかどうかぜひ見てみてください。皆さんの国の消費税は何パーセントですか？日本は今基本的に 10% なんですけど、食品を買ったりテイクアウトするときはだいたい 8% です。ぜひコメントで教えてください。この辺は惣菜パンです。コロッケコッペ。コロッケが入ってます。美味しそう。白身フライコッペ、エビフライコッペ、粗挽きくん、中にソーセージが入ってます。舞茸のパンって珍しいですね。舞茸はキノコです。とろけるチーズパン、ハニートースト、豆パン、豆乳クリームパン、豆乳あんパン。カレーパンも美味しいですよね。大好きです、カレーパン。はい、こっちにもパンがあります。はい、こんな感じです。あ、あとね、メロンパンもあります。これは食パンです。食パン。食パンの周りのこの茶色い部分のことを耳と呼んでいます。食パンの耳、パンの耳です。これは6枚切りですね。6枚に切ってあります。あとはバターロールなどなどたくさんありますね。あ、ワンちゃん用のパンもある。パンを買うときにどんなパンかわからないときに使える日本語を紹介したいと思います。例えばこれはどんなパンですか、これはどんなパンですか。あとは中に何が入っていますか、中に何が入っていますか。もしアレルギーの人は何々は入っていますかと聞いた方がいいですね。
例えば私の友達は卵アレルギーです。卵が食べられません。なので卵を使っていないパンはありますかとその人はよく聞きます。あともし甘いパンが好きだったら甘いパンはどれですかとか、あとおすすめはありますか、おすすめはどれですかと聞いてもいいと思います。こちらのお店ではパスモやスイカなどの IC カードをはじめクレジットカードも使うことができます。はい、じゃあちょっとお店の人におすすめを聞いてみたいと思います。すいません、おすすめはありますか。はい、おすすめカレーパンとメロンパンの方がおすすめになっております。ありがとうございます。買います。まずここにさっき紹介したトレーとトングがあるのでまずそれを持ちます。はい、持ちました。そして自分が買いたいパンをトングで掴んでトレーに置きます。さっきカレーパンとメロンパンがおすすめと言ったのでちょっとそれを先に選びます。はい、メロンパンとカレーパンです。とりあえず私チョココロネが大好きなのでチョココロネと、そのチョコチップパンっていう、チョコチップパンもおすすめですか。はい、美味しいです。あ、じゃあ、はい、これと、まあ、今フルーツ系も、あ、そうですよね、確かに、はい、やっぱり今はイチゴ、イチゴですね、ですよね。じゃあイチゴと、あとなんかお惣菜系で、惣菜、そうですね、皆さんやっぱりこの辺買っていって、あ、はい、いいですね、はい、これはパイナップルとベーコンと、パイナップル、はい、今お店の人がパイナップルとベーコンが入ったクロワッサンをおすすめしてくれたのでそれも買います。私あと豆乳クリームも好きなので、はい、ちょっとこれもじゃあいただいて、はい、じゃあパンを選びました。パンを選んだらレジに行ってお会計をします。ドーナツも食べたいのでやっぱりドーナツも買います。すいません、はい、じゃあこれでお会計します。お願いします。はい、おまとめする袋はつけて、そうだ、私は普段エコバッグ使ってるんですけど今日袋の買い方を皆さんに紹介したいと思います。じゃあ袋1枚お願いします。はい、始まりました。袋1枚が10円かかってしまう。よろしいですか。大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、会計が2120円になりますね。はい、私は今回クレジットカードで払います。クレジットカードでお願いします。はい、かしこまりました。カードをどうぞ。じゃあお願いします。暗証番号をどうぞ。このように1個ずつ袋に入れてくれます。あ、紙袋ですね。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。あとレシートをもらいます。レシートとクレジットを控えますね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、パン買いました。結構たくさん買いました。お店の情報は概要欄にあるので気になる人はぜひ見てください。無事に撮影が終わりました。ちょっと時間があるので公園でパンを食べたいと思います。ちょっと喉が渇いたので自動販売機で飲み物を買います。これにしよっかな。タリーズのまろやかカフェオレ。あ、でもこれ冷たいやつか。冷たいのでもいいんだけどあったかい方がいいな。これにします。お金を入れます。そしてボタンを押します。これは150円ですね。あ、ちょっと見えにくいね。150円です。で、お釣りが出てくるのでお釣りを取ります。あと飲み物も取ります。はい、カフェオレを買いました。公園に着きました。あ、ちょうどいい、このベンチに座って食べます。はい、さっき買った、
カフェラテを飲みます。蓋を開けます。じゃあお店のおすすめのカレーパンをいただきます。美味しそう。風がちょっとあるから髪の毛が邪魔です。いただきます。うん、おいしい。カレーが入ってます。人参が見える。次はコロネを食べます。風強いな。コアラのマーチが乗ってます。いただきます。チョコクリームがたっぷり入ってて美味しいです。たっぷりはいっぱい、たくさんの意味です。お店の人優しかったですよね。最近本当にいろんなところで撮影させてもらうんですけど、本当に皆さん優しくてよくしていただいて。なんでこんな話をするのかっていうと、ちょっとコーヒー飲むねYouTube を始めたばかりの頃は結構ね、断られてました。やっぱりね、結構日本ではそう撮影するっていうのが、素人がプロじゃなくて YouTube とかその SNS で撮影させてもらうっていうのが結構難しいですね。うん、でも本当にね、登録者も増えて、皆さんがたくさん見てくれたり応援してくれるおかげで、いろんなお店で撮影することができます。皆さん本当にいつもありがとうございます。はい、今日はパン屋で使う日本語を紹介しました。どうでしたか？皆さんが今住んでいるところのパン屋さんと同じでしたか？それともちょっと違いましたか？ぜひそれもコメントで教えてください。あと皆さんが好きなパンもコメントで教えてください。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今日はここまでです。また来週お会いしましょう。バイバイ。